それでは定例の会見を行います。私の方からまず20日未明発生した広島市における大規模土砂災害の対応について報告しておきたいと思います。広島市安佐南区安佐北区の土砂災害は死者行方不明者多数発生し、土砂災害としては過去最大規模のものになっています。避難所生活を余儀なくされている方が千数百人に上るという事態であります。改めて亡くなられた方に哀悼の意を表するとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。また日夜救助捜索活動に当たっている消防警察自衛隊の皆さんにも敬意を表したいと思います。で、日本共産党の対応ですが、20日の日に中央委員会として私本部長とする2014年夏広島等豪雨災害対策本部を立ち上げて、現地の地元広島県委会の対策本部と連携を取りながら今諸活動に当たっております。また中央委員会からも現地に人を派遣して一緒に対応に当たるという体制を取っております。4つ今活動を強めています。1つは被災された皆さんのニーズ、困りごとや要望をしっかり把握することです。そしてその要望をですね、どうすれば実現できるのか、これまでの災害対応の蓄積も生かして行政に積極的な提案などをしたいと思っています。すでに当広島市議団として十数項目要望をまとめて広島市に申し入れをいたしましたし、今日は広島県にも申し入れをしているはずであります。2つ目は安全に配慮しながら地元を中心にボランティアの組織をしています。すでにこの土日100人単位でボランティアの支援を地元を中心に送ることができています。それから3つ目にですね、全国的には募金の支援を強めようということで、22日に広島等豪雨災害支援募金のお願いを党として発表いたしまして、全国で今取り組みが強められています。街頭ではどこでも大変強い反応がありまして、1時間で10万円近い募金が寄せられるということになっております。それから4つ目に、これはまあ落ち着いてからになるでしょうけども、現地はですね、過去にも大規模な土砂災害が発生した地域ですので、なぜ繰り返したのか、どうすれば防げるのか、そのために何が必要か等をですね、冷静に検証する必要があると思います。これ党としても調査を踏まえてやりたいですし、国会がですね、災害対策特別委員会等を開いて冷静な検証を行うことも必要になってくると思っております。以上、広島の土砂災害についての党としての対応です。次に沖縄の問題について話しておきたいと思います。先週の会見で、お盆を挟んでですね、安倍政権が米軍新基地建設に着手した、その強硬ぶりを批判いたしました。そして建設予定地を V とフロートで14日囲い、17日の日に台船をですね、ボーリングのための台船を設置し、18日から実際にボーリング調査、海底ボーリング調査を強行しましたけれども、しかも住民をですね、反対の住民の皆さんを排除して、強権的にこういうことを行いました。安倍政権の狙いは11月の知事選挙に向けてですね、もう既成事実を積み重ねることによって、この新基地建設の問題が知事選挙の争点にはならないようにしたいという
思惑があると思われますが、まあ、先週極めて浅はかなそれは思惑だと企てたと、逆に沖縄県民の怒りの火に油を注ぐ結果になるであろうということを申し上げました。私も19日と24日昨日ですね、沖縄に行ってまいりましたけれども、その指摘通りのことが起こっているということを感じました。まあ、一つは22日那覇市議会でですね、日本共産党だけではなくて、自民党県連から除名処分などを受けた元自民党新風会、公明党、那覇民主など7会派が共同提案して、辺野古新基地建設に向けた工事を強引に推し進める政府に対して厳しく抗議し、工事の即時中止と辺野古移設断念等を求める意見書が賛成32、反対6で圧倒的多数で採択されたということであります。ここには元自民党の皆さん、公明党の皆さんも共同提案者として名を連ねておられますから、安倍政権の強硬がですね、一層新基地建設のオール沖縄の結束を固めているということを実感いたしました。さらに翌23日に沖縄県選出野党国会議員、それから県議会野党会議、さらに島ぐるみ会議などの皆さんが緊急に呼びかけた辺野古県民集会、これがわずか1週間程度の準備だったにもかかわらず、2000人の目標を大きく上回って3600人が米軍キャンプシュワブ前、まあ、ゲート前に集結して工事の強行を行う政府の応募を許さないと抗議の声を上げました。これが地元のですね、新聞の報道ですけれども、琉球新報ですが、まあ、3600人、これたくさんの方々がバスに乗って詰めかけましたけれども、まあ、バスに乗り切れずにですね、来ることができなかった方が数百人いらっしゃったということですから、まあ、4000人を超える抗議の集会が短期間に、こう成功裏に挙行されたということでして、家族ぐるみ、子どもさん連れたりですね、それから沖縄戦を体験している方々が子や孫と一緒に参加したりということがありました。それから商店街がバスを出すなど、まさに、島ぐるみの戦いになりつつあるということを感じます。私も行って聞きましたけども、沖縄戦を体験された年配者の方、おじいおばあからですね、この14日V とフロートを強行設置する際に、海上保安庁の大型巡視船が19隻、それからゴムボートが40隻、刈り上げた漁船が40隻、海の上に、こう浮かべられて反対の住民を排除したわけですけれども、その姿を見てですね、大浦湾にそれだけの艦船が浮かんでいる姿を見て、沖縄戦でですね、米軍が上陸する前に艦砲射撃の鉄の嵐を沖縄に打ち込みましたけれども、その時に大浦湾に浮かんでいた米艦船の姿とダブルと、それを思い出すと大変怖いという声も出ているというふうに聞きました。まあ、そういうことがですね、沖縄の皆さんのさらに怒りの火に油を注いで、短期間のうちに3600人が集まったんだと思います。このゲート前の集会で県民アピールが採択されました。今問われなければなりません。沖縄県民に主権はあるのか、基本的人権は尊重されているのか、広大な米軍基地が居座り続け、事件事故が後を絶たず、オスプレイが強行配備されたこの沖縄は戦争が終わったと言えるのか、と述べて辺野古の海を絶対に埋め立てさせない、新基地建設を阻止する、この決意を改めて固めますというアピールが採択されました。まさに島ぐるみの結束が、安倍政権の悪あがきがされればされるほど一層結束を強め強固になっているということが今の状況です。この沖縄の戦いの一翼を担って現地でも頑張りますし、全国がこの沖縄の戦いに連帯して、必ずこの戦いで勝利するために
私たち日本共産党も共に奮闘したいとそう思っております。私からは以上です。皆さんからご質問があればどうぞ。言い忘れましたけど、私この間昨日ですね、沖縄に行った際に、ボートに乗って船に乗って近畿建設予定地の周りを調査してきました。大変美しい海だということを改めて感じました。水深5メートルぐらいでしたけども、もう海の底が全部肉眼で見通せる状況でしたし、それから浜サンゴっていって非常に貴重なサンゴがですね、大きく大きく3メートル ×4 メートルぐらいの大きさに成長している現場も見せていただきました。300年ぐらいかかって成長したものだと。だから船長さんは昨日ウミガメを見たというふうにおっしゃってましたけども、そういう美しい海がですね、オレンジ色のブイとフロートで切り取られるかのように囲われていたとは、非常に沖縄の皆さんにとっては我が身を削られるような思いではないかと思いました。それから あの海はですね、辺野古の海は非常に豊かな漁場でもあるというふうに聞きました。沖縄戦の直後ですね、飢えをしのぐためにわざわざ遠方からですね、船を抱えて担いで辺野古の海にやってきて、漁師が漁に出てですね、沖縄戦の後の飢えをしのぐため の魚等をですね、取っていたのがあの海だと。命をつないでくれた辺野古の海だという思いも地元の皆さんはお持ちのようです。その海が今目の前で怪我され壊されようとしていることに、沖縄の皆さんが怒るの当然だということを現場に行って感じました。そのことも付け加えておきたいと思います。ではご質問があればどうぞ。よろしいですか。はい、では終わります。ありがとうございました。